めっちゃ独り言だけど、ライトがない方が漏れるんだけど。このぐらいにしとく。そうだ、うん、そうだ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 。みんな見た？インスタ公式 NGT の公式インスタ。ありがとうございます。150回目。あ、見ました？見ましたみたいな。どうでしょう、おかしかった。あ、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、聖地巡礼した時にいろいろとね、真似を しました。走ってるところとか、走ってる場所とか、あと小倉さんのところとかこういうね、めっちゃすごくない？めっちゃ再現できたと思うんだけど。あと最後の一瞬の花火の絵とか文字とか花火も自作なんで、本当によくできたと思います。まあ私はいいんですけどね、編集は姉がやってくれました。ありがとうございます。そう、あの最後の花火も私がした花火なんですよ、実は。だから普通に私がした花火なんです。あれ文字だって、あの自分でお姉ちゃんが見つけて、それを文字を、だから本当によくできた。本当ですか？一瞬しかスケボーしなかったんですけど。でも私スノーボードをやってるからワンチャンできるのかなって思って、まあ滑り込みだけどさすがに技は無理だけど。それな、ちょっとさすがにレイナさんの真似は無理でした。いや違う、ただ単にあれはハムスター、ちょっとね、ハムスターを、なんて言うんですか、これ言っていいのかな、仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。ちょっとあのね、文字を消すためにあのハムちゃんを置いたんですよ。ちょっとここら辺にね文字があったので、だからそれを消すためにハムちゃん、かわいいですね。はい、おはようございます。あ、そうだ、あのいいね欄とか見れるじゃないですか、インスタって。で私昨日言っちゃいけないけど結構夜まで起きてたんですよ。え、そしたら偶然にもあの姉ちゃんがいいね欄
見てた時に偶然にもなんと本間ひなつさんからハートが来たんです。いいねが来たの。やばくない？偶然にもやばくないですか？嬉しかった。いや本当に昨日は先輩方からたくさんいいねをもらってもうとても嬉しかった。いや日向さんからいいねもらえると思ってなかったです。本当に嬉しすぎても嬉しかったな。嬉しすぎ。レピオ、レピーマンでした。レピオじゃない。初見さんありがとうございます。ねえちゃんと見てくれてるくださる。嬉しい。あんな遅い時間に投稿したのに。だからなんかさ、なんかさ、いやそこまでも言わないしとこ。でもほんと楽しかった。聖地巡礼いろいろとあったけど、もうたくさんね走ったからさ、もうめっちゃ疲れた。ハートありがとう。そう何回も走ったの。ちゃんとタイミングをね見計らって、よし今だって走りました。結構大変な撮影でしたね。結構時間がかかりました。いやめっちゃね暑かったよ。確かに。でも言ってなかったんだよね。衣装があればね。衣装作っちゃう。 NG テイクはあります。ことですか。はい、NG もたくさんありますよ。NG 集はじゃあチャットで送りますね。NG 集チャットで。そんな面白くないと思うけど。NG集はチャットに送りますね。一番時間かかったのはあの MV ですか。なんだろう、あれかな、
あそこ、そう、道路走るところ、そこ何回も撮りました。え、そうなの。スケボーのところでちゃんとみゆみゆさんのコーデ風に着替えてるんですよ。レイナさんじゃないんですけど、すいません。本当ですか？やだ、ありがとうございます。22日夜公演、東京から見に行くよ。あ、おっちゃん推しです。いやー、嬉しいな、ありがとう。東京から来てくれるのね。気をつけてきてね。ベロ噛んじゃった。あ、確かにね、ドローン使いたいね。ドローン使ったらさ、めっちゃいいよね。めっちゃ良さそうなの、撮れそう。ああ、そうだそうだ、ハムちゃんの証明写真も4期の X にあげた、あるんですけど、まあそれも実はお姉ちゃんが作りました。別にやらされてるわけじゃないんで、私はできないから。そう、私1枚しか出てない、近いみたいなので、私1人です。本当は遠すぎるっていうのもバージョンも作ったんですよ。だけど近いバージョンになりました。っていうか、ちょっと待てよ、明日からビスイベントじゃないか。しよっ、企画は何か考えてるよ。まあちょっとだけ考えてます。そうだね、背景も変えなきゃいけないな。これあるとなんかビスって感じがしないの。よし、今のうちに撮っときました。初見さん、ありがとう。背景はちょこっと変えようかな。なんか可愛いのないかな。かわいい。やば。なんか全身が筋肉痛なんですけど。昨日ね、昨日レッスンがあって、筋肉痛です。あのね、いつもねレッスンね、ウォーミングアップがね、 何よりいっちゃんきついです。本当に何の曲をするのにもいっちゃんきついんですよ。そうだよ、プランク、プランク1分、アンドこうやって左右に
なんていうの、わかるかな、あのプランクしながらこうやって、あのわかる、その左右やるのを30回ですよ。やばくないですか、それを3セットやばいよ、マジできついんですよ、本当にもうきつい、きつくて昨日汗だらだらだった。ウォーミングアップだけでもうすごいいっちゃきついの、何よ。だから本当にね、筋肉痛でございます。マジでプランク1分はしんどいです。だから途中で休みながら頑張りました、3セット。いやだから今日絶対みんなね筋肉痛だと思う。筋肉痛じゃない人いないと思うけど、絶対にこんな私でも筋肉痛なんだ。腕がやばい、プランクしてたからここの腕が、あとお腹も。あやっぱだよね、たかしも痛いって言った。いやみんな絶対筋肉痛だと思う。毎日プランクか、プランク私本当にもう嫌いで、もうめっちゃきついから嫌なんだよね、腹筋割れちゃうわ。じゃあちょっと聞こうかな、聞こうかなじゃないけど、っていうか昨日からさ新潟でさポップアップカフェオープンしましたよね。もう行った方いる？いますきゃん、いますかね。あ早っ行ってきたんだ。昨日行ったんですね。ちなみに今日行く方とかいます？いるんですか？あ、え、やった！ありがとうございます。アイスレモネード。味わかんないけど美味しそう、めっちゃ。おー、公演前にね、なるほど。逆に公演入る人は今日の公演、やっぱいね、おー楽しんできてください。久しぶりじゃないですか公演。うん、久しぶりかな、私全然がないからちょっとよくわかってないけど、あ、そうですよね、昨日は違ってたらすいませんね。花江さん、みはるさん、みゆみゆさん、え、なんか違う、合ってる、合ってた。え、鼻につけてたの？あざといですね。え、なんか、え、その、え、来てる時って皆さんいましたよね、当然だけど。え、なんかしてましたか？食べてましたか？飲んでましたか？どう
ういう質問だよ。そうなんですか？ゆめさん匂わせまくってたの。え、匂わせていい？あ、気になる。え、どのくらい取れてたの？え、全部？全部取れてたんですか？ウケる。あおちゃんはね、あのいちご？いちごじゃないかな、あのかき氷とアイスレモネードか、あの青いジュース飲みたい。何時頃がいいですか？夕方。5時くらい。いやでも5時ぴったりはちょっとやめとこう。5時半。あ、ぜひ行ってみてください。今日の公演前にぜひ行ってみてください。いや私は全然あざとキャラじゃないんで。私はね、あざとキャラじゃないから、そういうお花につけるとかではできないんですよね。うん、すいません。まあぜひ今日だっけ、今日か、今日の夕方ぜひ来てみてください。まあコースターレイヤさんだったんですか。そりゃね、お姉ちゃんが羨ましい。コースターたくさんもらってくることできるのかな。オーダー。ドリンク注文しまくったらね、多分私やばいと思う。でも私本当にずっと食べたくて、マジで美味しそうすぎて。もうカフェなんか行ったことない、私。美味しそうすぎてね、ずっとね、もうね、行きたかったけどね、なかなか行けないじゃないですか。うわっ、私ね、カフェそう行けないじゃん、なんかプライベートっていうか。まあ当たり前だと思うんだけど、仕事行ってらっしゃい、ファンの方がいるので
プライベートでは絶対に行きません。カフェ巡りいいね。おしゃれだ。シャレシャレ。めっちゃおしゃれじゃん。カフェ巡り。絶対バレない変装。じゃあ男になってみるとか。男になったらワンチャンバレない説。女の子でさ、なんか帽子かぶってたらわかりやすいけどね。みみさんはね、もうね、女の子でさ、からザザ女の子だから。私は女の子なのでしょうか。まあ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 、とりあえず今日の夕方おすすめです。行ってみてね。8時で終了なんだ。でも意外とやってるね。いや、あ、ね、ね、全然違うじゃん。そっちの8時かよ。なんなの？さすがに8時までやってるわけない。カフェかと思ったじゃん今。そういうことね。8時で切れるってそういうこと。ショールームか。じゃあ男女読みます。やば、時間がない。13位イチオールさん、ありがとうございます。12位くんちゃん、ありがとうございます。11位五代優作さん、ありがとうございます。10位メガネさん、ありがとうございます。9位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。8位ジンさん、ありがとうございます。7位名古屋のやめまっぴさん、ありがとうございます。6位くますけさん、ありがとうございます。5位ともさん、ありがとうございます。4位カツサンドさん、ありがとうございます。3位もこちゃさん、ありがとうございます。2位妄想貴族さん、ありがとうございます。そして1位たかちよぴぴぴさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、今日毎日配信150日めでたいめでたい。バイバーイ。